厄よけに行ってきまして。厄よけ。厄どうしたの？このラジオで結構厄よけの話してたなと思ったんですよね。そうだっけ？ちょっとどの回だか忘れちゃったんですけど、厄よけの話してて、その、うん、なんかね、厄よけってまあ嘘だなと。うんうん、で、その42とかに何かが起こるみたいな、なんかさ、可能性高そうなとこに置くみたいな。ああ、話した話した。はい、はい。うんうん、で、医学の発達とともにその役の年ってどんどん後ろ倒しになってないのかなとかさ、うんうんうん、その役よけってなんかやっぱ疑ってるみたいな感じの回があったんですよ、昔。ありました、ありました、うん、はいはい。でもそこから年数が経って僕がついにね、うん、翻訳うわ前役か前役前役翻訳の違いも分かんないですけど、ね、いまいちね、なんかよく分かんないんだよね、うん、まあ、厄年になりまして、はい、ついに。ほうほうほう。厄払い、厄よけ。厄よけ。にね、まあ、もうあんまり俺行く気しなかったんだけど、うんうんうん、奥さんが結構そういうの、あ、そう、新人深いじゃないけどさ、結構気にするタイプなんで、行こうかって言って、うんうん、あの川崎大師ね。ああ、もうね、有名な。うん。厄よけといえばもう、そうね。川崎大師。あの変な、入り口のとこでさ、飴、うん、売ってんだよ。ああ、そう、トン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 。そうそう、トン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 って、うん、めっちゃ早い。全然来てないね、あれね。あの飴、そんなっすよね。あの頃はうまかったんだよね、当時は。今はもういっぱいこんなこと言うとあれですけど。そう、どんどん役が。こんなこと言うとあれですけど、ね、うん。なんかその、厄よけに行ったんですよ、だから。で、行ってみたら、はいはい、あのね、なるほどっていう、何感じがしたんですよね、これ。なんか。うん、なんかだから、うん、厄よけって俺なんかね、その健康面、そうですよ、うん、健康面のことを言ってるんだって思ったんですよ。はいはい。あ、うんうん、40とか41になったらそろそろ体に肩が来始めるんで、まあ、早めになんかね、精密検査とか、そう、ね、早期発見みたいなことを言うために厄よけみたいなのを作ってんのかなって。ああ、なるほど。長生きするためにもね、ここで一回見直しましょうよみたいな感じで厄よけがあるのかなっていう。そういう節もあると思うけどね。そうそうそう。だからそう、ハード面、肉体っていうハード面の話をしてるんだろうって俺ずっと思ってたんですよ。なるほど。違ったんですよ、これ。ソフト面。ソフト面。え、給食で出てくる。給食で。うまかったよ、ね。飛んでっちゃうんだ、開けた時。もうソフトじゃないんですよ。ああ違う、体というハードじゃなくて、うん、もうどっちかっていうとなんかね、意識とか、ああ精神的な考え方、そう、精神的な方の、まあね、話なんだっていうのを厄除けしてみてなんか分かったんですよね。でもそうそうじゃない、うん、だって厄除けで体は良くなんないもんね。そうそうそう、そうでしょ、うん、そう、体に何の意味もないのになんでみんな厄除け行くんだっていう話を僕は数年前にしてたんですけど、あ、そうかそうか、そういうことじゃないんですよ、これ多分。ああ。厄よけって。ああ、じゃあ、いいことがあったんだ、それで。いや、いいっていうかね、うん、やっぱり、うん、死ぬっていう、おう、ことを、うん、受け入れ始めた方がいいよっていうサインみたいなのを感じたんですよ、これ。何それ、うん、後期があんの、え、死にますよってみんな始められる。あ、でも講義みたいなのあんね、実際ね。講義お堂みたいなところに、まあこれ川崎大師ってね、大きいところなんで、うん、はいはい、結構なんかシステマチックというか、あ、分かる、あの、ね、オートメーションみたいな感じ。そうそうそう。なんか何時の人が集合みたいな、何時から厄除けなんで受付して、うん、でなんか名前書いて出して、うん、でこの時間にお堂に集まってくださいねっつって、うんうんうん、でも結構もう100何人ぐらい多くの人が集められて、うん、でお坊さんがなんかね、ごちゃごちゃごちゃって話すんですよ、ね、ごちゃごちゃごちゃ、何を言ってるのか全く頭に残らない話を、意味ないよ、聞いた意味、うん、ね、まあ、なんか歴史みたいなこと話してたのかな、まあ、多分、うんうん、まあ、なんかそんなような話をして、はいはい、その後実際の厄除けっていうので、うん、太鼓がね鳴って、うんうん、あのゴマみたいなその火を焚いてお堂で、そうそうそう、ね、やるよね。でそこにあのお経がこう入ってくるっていうのがあって、うんうんうん、これがねすごいね、ライブとしての完成度がめちゃくちゃ高かったんですよ。わかる。俺もさ、うん、そこ川崎大師の、うん、赤ちゃんのなんつうんだっけ、はい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 、お宮参りだっけ、うんうんうん、あれでやったことあって、うんうん、かっこいいんだよね。かっこいいっていうかもうライブなんですよね、完全に。あ、和風ライブ。まずその重低音。ああ、どんどんどん。ブーハーのどん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 。ああ、
そうウーハーはないですけど結構響くということで太鼓の重低音が来て、ね、広い和室でねそこにこの高音のお経がなんかこう、うんはいはいはい、ミックスされていって、うん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 、クラブみたいな状態になるんですよちょっとしたらであの後ろで巫女が、うん、あのパラパラ踊ってるしねパラパラ踊ってたかなちょっと見えなかったけど、うん、なんか一個そういう空間ができて、うん、そこに自分がこう取り込まれていくでしょそう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 、うん、分かる分かるその時に、うんうんうん、ちょっと怖い言い方をすると、うんうん、なんとなく繋がったっていう感じがすごいこれは怖い言い方なんです怖いと思った今、うん、怖い言い方なんですけど、うん、これねなんかね俺そうこのお経とかって、うんうんうん、何のためにやってんのかなっていう意味もよく分かんなかったんですけど、はいはいはい、つながるためなんですよ。あれかでも、うん、厳密に言うとこう周波数がなんか、うん、共鳴するみたいなとこあるの、はい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 、音とか、ね、あだからその人間の意識に多分ね、うん、入ってくる周波数とかそういうのあるかも、ね、音の域になってるんですかね分かんない、うん、科学的にもしかしてあるかな、まあ、なんかその太鼓とお経で、うん、なんとなくこう意識を持ってってるというか、うんうんうん、なんか一個別のこう意識を作ってるのかなみたいな感覚がして、うん、なんかねそれを作ってることによって、うん、なんかこう安心感みたいなものにつながっていくんですよ。ちょっとやばくなってないですか？大丈夫？だから、うんま、なんかインターネットに俺近いんじゃないかって感じたのよ、そのお経が、うん、お経とかでそういうなんか仏教が作り出してるその意識というのか空間みたいなものってネットにつながってみんなとつながるみたいなさ、うん、ことを、まあ、今普通にねやってますけど、うん、それがなかったテクノロジーがない時から、うん、なんかその意識を作ることでなんか誰かとつながってるような感じを味わってたというか、うんうんうん、なるほどそれがつながりなんだそれが死の恐怖を軽減してたのではっていう感覚がどんな大掛かりなことだったのインターネットってしたんですよだから、うん、言ったらもう現実にプログラムを書いてるみたいな感じわあなんかかっこいいこと言うね、まあ、インターネットはそのテクノロジーなんで、はいはい、パソコンの中でプログラムを書いて、うん、そうやってみんなとつながれるような空間を作ってるわけじゃないですか、うん、電子上の空間を作ってるんだけど、うんうんうん、仏教というかそのお経とかって、うんうん、現実にそのプログラムを打ち込んでるみたいな感じがしたんですよちょっとかっこよく言うなよかっこいいじゃないか、ね、マトリックスなんですよね完全にああなるほどマトリックスってあれかなり仏教的な価値観を元に書いてるらしいんですけど その現実っていうのはもう架空だ仮想現実であって確かに変な道場出てくるもんね、うん、ハックできるとあ現実っていうものは、うん、でそれを死を乗り越えられるあなるほどねとかっていう価値観っていうのは結構仏教的な価値観みたいなんですよ、うんうんおー、うん、なんかそう言われるとそうなんかよりかっこいいねその仏教の、うん、あのそうそう空間ってそうなんですだからそのちょっとこれが正しいのかとかまず僕も分かんないんですけど正しくないでしょ分からないよね結構その現実をハックしているんだと思ったんですよ厄除けとかでそのああなるほど行ってお経とかを聞いて、うんうんうん、なんか意識がちょっと現実からこう離れるみたいなのをやることによって、うんうんうんまあ、仏じゃないんだろうけど、うんうん、なんか大きなものにつながったような安心感みたいなのがなんか得られるんですよね、うんうんうん、だから自分はやっぱ一人じゃないんだというかみんながこうなんだみたいな感覚で歴史見てもずっとこうだったみたいな、うん、なるほどねことを考えると俺が死んでいくのもそんなに変なことじゃないんだなみたいなあでもそれは確かにあるかもね、うん、まさに仏教のそれは流行った理由というか、うん、かもしれないですねこれを作るこれをプログラミングしたのが空海なんだ、うん、空海か面白い説空海の前にもまあ偉いねお坊さんとかがいて、うんうんうん、その仕組みを作り始めてるのかもしれないんだけどかっけえな、うん、結局その構想みたいな人たちが作りたかったのって、うん、こういうみんなを安心感とか大きな存在に接続するために、うんうんうん、お経とかそのお堂の設計とか、うん、
対抗を鳴らそうとか、はいはいはい、これを作っていってたのかっていう感じがなんかしたんですよね。はあ、またおしゃれなものの見方しやがって、うん、でなんかもっとすごいのはさ、うん、この仕組みが永遠なんですよ、うん、これの人は死ぬんですよ。ああ、なるほど。人はね、はい、その空海とかも全死にましたし、うんうんうん、今一人もね、そんな昔の偉いお坊さんがいるわけじゃないですよ、うんうんうん、でもこの仕組みを作ったことで、うんうん、空海っていうのは永遠になってるんですよね。ああ、やば、怖。今年で空海生誕1250年なんですよ。おー、ちょっとレベル違く、レベチレベチレベチの偉人なんですよね。1250年間覚えられてるってやばくない？まあね、モントナイ言ったらね、うん、それはもうキリストは2022ですけどね、まあ、キリストはもうちょっとすごいんですけど1250年間空海が作った仕組みが生きてる、はあ、寺も生きてる。まあね、空海もどう、うん、まあ、ブッダ、まあ、ブッダから始まってはいるんですけど、うん、その中でも空海っていうのは特にさ徳が高いとされてて、うん、この仕組みをやっぱ作ったんですよね、空海は。まあね、こうやってみんなでこうお経を唱えて太鼓を鳴らして、あ、みんなの意識を何か大きなものに接続する、接続したと思わせる、確かにね、仕組みというか理論みたいなのを打ち立てた、あ、現実をハックしたんですよ、空海。また言った空海かっこいい。そう、現実にそういう仕組みを作ったことで、うん、永遠の存在として生きる。じゃあそのだ、お堂にいるんですよ、もう。空海の像も飾ってあるし、あの道行二人ってあるでしょ。何それ。そのお遍路さんとかで、ああ、二人、その本当は一人でお遍路回ってるんだけど、うん、いつも空海がいてくれるような気がする。お経を唱えるとそこに空海がいるような気がして、一人じゃない気がするっていうのを言う。確かに、うん、お経とかでその意識をなんかその接続するんですよ、うんうん、なんか、あ、そこわかんないけど、マンダラじゃないけどさそういうもう一つの宇宙みたいなものにこう、うん、接続していくと、なんか絶対一人じゃないなっていう感じがするんですよね。これは勘違いかもしれないんですけど、勘違いでしょうね。勘違いであったとしてもそのなんとなく感覚を得るっていうこと自体で、現実をやっぱり書き換えてるんだと思って、そうなってくるとやっぱ仏教ってすごいんだなって、なんかね、ちょっとそれはなんか斬新な仏教の捉え方というか、うん、新しい。でも言ったらそういうことなんですね、多分。その精神的な呪いとかも、まあね、別に何にもないんだけど、うんうん、でも人から嫌われてるって言われるだけで気分が下がるっていうのは呪いが効いてるじゃないですか、うんうんうん、そうね。それって別に何の意味もないんだけど、うんうん、聞く人にはそれで聞いてしまうっていうのは、うんうん、まさに現実に何かプログラムを打ってるのと同じような、まあ確かにことじゃないですか。でも元をたどれば多分それはやっぱ脳なんですよ。まあ脳かもね。だから、うん、この世界って脳で勝手に作り出してるもんだから、そこにジャックするっていうことだよね、うんうん、多分。そうですそうですそうです。脳をやっぱ支配するっていうか、その、うん、お経とか使って脳をやっぱこう緩めていってると思うんですよ、うん、確かに脳の機能をう下げてるんじゃないかなと思って、うんうん、下げるんだ逆に、うん、下げる。やっぱ自我っていうのが強いから、あ、普段は我が我がっていう気持ちが強いんだけど、うん、お経とかを唱えることによってなんかこうふわっとさせて、うん、いや、あなたはもうそんな特別な人じゃないですよみたいな、うん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 、みんなもうお経を唱えることで同じような意識になっちゃうんで、あなたがもう特別な人間じゃないんですよみたいな、みんな死ぬんですよっていう、なんか死を受け入れ始めなさいよっていうのがこの厄除けの年なのかなって俺はちょっと思ったんです。あ、そっか、なるほどね。このまま自意識のまま生きてったら怖いよと、うん、死ぬ時あんた一人だよっていう、一人で自分が消えていくことを思いながら死ななきゃいけないんですよみたいな、うん、それよりもこっち怖、仏教入んなさいと、入んなさいとは言わないですけども、まあまあ、こういう手段でちょっとその自意識を抑えてみてはみたいな。
提案あ、うん、でも確かに本当に宗教ってそうだよね、うん、その存在意義もその死への恐怖を回避するとかだし、うんねうん、人それぞれどういう理由があるか分かんないけど、うん、結局みんな根底は同じようなところで、うん、そうそうまあ大勢いる方が心強いしみたいな気持ちなんだろうね、うん、きっと、うんそう。だからこれで俺はなんか厄除けってそうかそういうことなのかなって、うんまあ、全然違うかもしれないんですけど。でもまあ確かにそうかもね。俺の中ではなんかそのもうそろそろ死に近づく準備をしといた方がいいよみたいなことで言ってることなのかなっていうのを感じたんですよ。ああ確かに、うん、逆に そんなにちゃんと厄除けを捉えてる人はめったにいないと思うんだよ、うん、だからそう健康のことしか言ってないんだったら別に病院行けばいい話じゃんってずっと思ってたんだけど、うん、なんかそのお経を聞くみたいなことを一個挟むとなんか、うんうん、あもしかしたら仏教ってこういうことだったのかなっていうああすごいだから ほとんどの人は、うんとりあえずなんか役として言われてて運が悪いらしいからそこ行ってなんかお経とか聞いたら運が良くなるんだぜみたいなタスクみたいな感じでぐらいの気持ちでしょ全体なんかでもやっぱ仏教ってもしかしたらとんでもないことしてるんじゃないかそれはねこんだけ流行ってんだからねすごいよやっぱ仏教いやそんな言われなくても多分すごいですよ現実を書き換えてるんだよこの発想すごくないと思ってまあまあでも基本生きるっていうのがそうじゃないですか、うんうん、だから恋人だってその恋人の相手の現実を書き換えてます書き換えて、うん、でそれで俺がすごいなと思ったそれによって空海とかが永遠になろうとしてるっていうの、うん、怖い俺多分野心もあると思う俺永遠に行きたいみたいな永遠に私の作った仕組みを残したいからやっぱ権力にも接近するし、うんはいはい、それで立派なお寺とか建てて、うんうん、やっぱこう厄除けはこう何月何年にこれをやるとかっていう決め、うんうん、一つ一つやっぱ決めてったわけじゃないですか、うんうんうん、そうだね修行の仕方とかもまあそうだね、うん、その仕組みを永遠に残そうっていう野心は絶対あったと思うんですよあったかもね、うん、でまあなんかいろいろ多分マイナーチェンジはしてんだと思うんだけど、うん、でも空海はすごかったっていうのが永遠にも残るっていうのを打ち立てたっていうの、うん、これはなんかもういくら稼いだとかのレベルじゃないそうだねすごさまあまあ名誉っていう意味ではだいぶ でかいよね会社作ろうよりも発想がうん、うん飛びすぎてもう理解できないぐらいのでかい発想だなと思ってああでも基本的にはさ、うん、やっぱそのブッダの教えの仏教っていうのをどうやったらこう一般の人が一番受け入れやすくできるかなっていう、まあね、ところもちろんそうなんですけどね、うん、まあでもそこにこう何同伴、うん、そのいつも空海がいるみたいな同行二人同行二人、うん、それちょっと面白いけど、うん、それをその空海の後ろにさらについていくっていう、うん、俺もいる、はい、同行3人になるっていうこれからどういうことだからあの空海、はいね、お遍路回った時に空海もいますよ、はい、でも、うん、さらにその後ろには俺もいますよっていう、うん、なんでいるのよいないおせさんいないよ空海しかない今空海しかいないじゃん今空海しかいない今から俺頑張って空海の後ろに3人目加われないから空海の後ろに行くにはどうしたらいいかっていうので現実を書き換える必要があるんだから俺は今からその書き換えしようかな、うん、だからなんか何かしらでやっぱ空海っていう存在を書き換えればいけるのかもしれない、うん、それを空海ジャック空海をジャックしないとだからどうだろう、うん、空海っていう、うん、ことにずっと、うん俺もやでっつっていう、いうキャンペーンをやっていく。まあその意気やよしなんですけど、その気持ちはいいんですけど、方法を考えないと。なんか空海ばっかりずるいじゃないですか、一緒に行って。そんだけのことをしてるなと思ったんですよね、この空海。それはね、まあ、後の世の人がどんどん付け足していった部分もあると思います、その伝説とかで。うん、空海すげえかったよ、みたいな。持ってね、持って持っても、とりあえず空海すごいってことしていこうみたいなこともあると思うんですけど、うん、にしてもやっぱ本人がすごくなかったらそんな尾ひれつかないわけだから
でも俺クジャク王読んでるからさ、うん、空海すげえってのは俺クジャク王から学んで、クジャク王の空海もやっぱすごいですか。すごいですよ、うん、やっぱもう最強の最強かやっぱり、うん、そう最強だよねやっぱ空海、空海最強です、うん、昔からずっと最強なんですよね、 ねそう、うん、でもさっきのそのでも空海の3人目になりたいって、うん、これチャンスあるとしたら、うん、俺創作だなと思うんですよ。ああなるほど、俺たちが漫画とか読んでこういう時になんかジョジョのあのセリフを思い出すとかっていうのはまさに現実を書き換えて創作によって現実の人たちに勇気とか与えてるわけでしょ、うんうん、これはかなり近いと思ってるんですよ。やろうかなそれ空海とさカップリングすればいいわけじゃん。あそうだから創作の中で例えば空海を書いて、うんうんうん、であすごいなってみんなに思わせたらその空海像が変わっていったりとかっていうのは、ね、いつも空海と一緒にいるやつっていう思われたら、そういう作品を書いてめちゃくちゃヒットしてたら、うんうん、そのお遍路さんもそいつお寿司さんのことを思い出すかもしれない、ね、空海さんと一緒にこの人のいる気がしたでみたいな、ね、したで関西系の、あそれいいかもね。だから創作っていうのはやっぱりすごいパワーがね、確かあるんだろうなとは思います。確かにね、まあ創作だもんね、うん、その晴天とかもね、うん、要は言ったら、うん、だからなんかそう、いやこれそう今創作で、うんうん、最近もう一個すごいことが起こってたんで、うん、ちょっと今日はメールコーナーとかなしでこれを話してもいいですか。おいいっすよ、もうじゃあちょっとじゃあ、まあ、あの前半は、うん、仏教すごいんじゃないかっていう途中だいぶやばい話になってたけど、俺でも本当にバカにしてたから、その厄除けとか意味ねえだろみたいな、あれねかっこいいんですよ、うん、あの、ね、途中名前呼ぶんだよね。あ読むね、そうあれさ、やっぱ名前呼ばれるってすごい経験だなと思う、うん、名前読むとかそのさ終わった後すぐお札出てくんの、あーバーって書いてんのね裏で、あ多分あバイトかなんか、バイトか書いてる。その速さすごと思って、うんうんうん、いやでもだから厄除けね、はい、結構行ってみるもんだなというか、あ、まあ、エンタメとしてもいいかもね、うんうん、なんかもしかしたら若いうちに行っても何にも響かないかもしれないけど、ああやっぱこの40とかの年になっていくとなんかね、いいところでやっぱちゃんと入れてんだ、うん、それって厄、そうやっぱ自意識が落ち着いてくるんですよねこの年は。あでそこらでドンと仏教、死とかも考え始めるから、はいはいはい、ここ入れてきたかっていうさすがだね空海、これいいとこ入ってんなってやっぱベストかもしれんって思っちゃいましたね僕は。くしょ負けたくねえな空海にそうだからやっぱ厄除けもね、なんかもしかしたら行ってみたら面白いかもしれないということで、そうですね、はい、じゃあ今週も、はい、行きましょう、行きましょう、ありっちゃありさーくまし、すごいですよね現実を発掘する能力、うんうんうん、仏教はやっぱすごいから、それはすごいです、もちろん間違いない、さらにやっぱ創作っていうものがそれをさらに書き換える力があるっていうのはすごいなと、うんうんうん、そうですよ、まあ、創作もねバカなにできないですよ。でこれで俺がもう最近もうよ本当にすごいなって思ったことがもう一個あって、うん、お仏教に肩を並べる、うん、タイムマシン、おうおうタイムマシンできてた、はタイムマシン、タイムマシンがもう作られてたんだ、うん、何を急に嘘ついてる、いやもうこれマジなんですよ本当に本当にタイムマシンできてたんですよお寿司さん今日やばいな、宗教がすごいとかタイムマシンできてるじゃん、どんどんやばいやつになっちゃってる、しかもこれ創作によって、うんうん、タイムマシンっていうものがもう発明されてたんですよ。ドラえもんでしょ、ドラえもんはまあもちろんねそうなんだけど、うん、スパイダーマン、おー最近やってる新作ノーウェイホーム、ノーウェイホーム、うん、これタイムマシンでしたわタイムマシンじゃないでしょあでもそういう話なの、まあこれ、ね、あんまり詳細のネタバレはしたくないんですけど、まだ見てない方もね、そうね、いると思うので、いや俺も、ね、見てないし見たいと思うんですよ、うん、まあぼやかして言うと、はいはい、でもこれタイムマシンなんですよ、もう映像映画っていう形ではある、それをうん、それはそうです、フォーマットであるんだけど、うん、時を
操ってます、ね、もう詳細なネタバレはしないんですけど、やめてくださいよ、ネタバレだけは。これを見ることによってあの過去のある地点に戻って、うん、そこにいた自分を救うことができるマシンでしょ、ノーウェイホームは。嘘じゃん、そんな救えるわけないじゃん。いや、まあこれはまあ俺かな、まあ、あのみんなを救えるってわけじゃないかもしれない、うん、あ、なる、あ、原宿さんはそういう体験があったってこと、うん、あ、よかったなっていう感覚になったんですよね、そういつの時点に戻るの、あのこのスパイダーマンのノーウェイホームって、うんうんうん、スパイダーマンってさ、すごいいっぱいリブートされて、うんうんうん、まあ、最初はサムライミ版っていうのが3までそうね、うん、できて、で4も作りたかったんだけど、うんうん、ちょっとなんかあの映画会社と合わなくて、うん、4は作れなかったんですよ。でそっからあの黒いやつだった、うん、で3で終わっちゃって、うんうん、でそれをもう一回じゃあスパイダーマンやろうっていうことになって、アメイジングスパイダーマンっていうね、うん、シリーズになって、これ3部作作る3個あった言ってたんだけど、うんうん、ちょっと興行成績が伴わなくて、なんか、うん、2本で打ち止めになっちゃったんですよ、これは、うん、それで、まあ、そっからちょっとスパイダーマンなんか権利関係がややこしいらしいんですよね。ああね、なんかソニーとディズニーで権利、スパイダーマンっていうキャラクターの権利はどうするみたいなので揉めて、なんか長らくこうスパイダーマンっていうものが作れなかったんですけど、うん、最近なんとなく落ち着いて、今だってもうあれでしょ、マーベル、マーベルの中でスパイダーマンシリーズが始まって、なんかそっからもまた揉めたりとかして、マーベル離脱とかなんか噂になったけど、まあそこは回避できて、今、ね、マーベルの中、そうなんよ、マーベル の, あのユニバース、うんうん、MCU っていうんですけど、はいはい、そのユニバースの中に今スパイダーマンもいるってことで映画が3本作られて、うんうん、その最新作がノーウェイホーム、はいはいはい、このノーウェイホームは、うん、その過去のスパイダーマンシリーズ、うんうん、これまでを総括、ね、なんかそういうする内容なんですよ。そういう話だとは聞いてますよ、うん、一個すごいなんか腑に落ちないというか、俺はあんまりその全然詳しくないんですけど、うんうん、最初はさ、体から糸出てたじゃないですか。出てた、そう、ワン、ね、サムライは、サムライは雲に噛まれてね、うんうん、で、雲人間になっちゃって、うん、で、しぶしぶスーツ着てやってた、うんうん、なんかいつの間にかこうスーツ着ないと糸出ないみたいな、そう、装置な、装置ましたよ。なんでって俺はすごいそこ納得できなかったですね、うん、いいとこ言うなあ、そうなの、そういうのなんかそういうところもちゃんと教えてくれる感じ、うん、もうそこまで含めてのもう総決算、うん、スパイダーマンも総決算映画としてノーウェイホームを作ったんですけど、うん、結局これは、うん、そ、過去いろいろねごちゃごちゃして、うんうんうん、映画としてあんまりやっぱり最高に幸福な形っていうのは訪れなかったんですよ、スパイダーマンシリーズに。おお、そうなんだ、まあ、そのアメスパのね興行成績があんまりだったとか、サムライミ版も4が作れずに、うん、あ、なるほど、新たにリブートしてしまったとかっていうさ、いろんなやっぱりごたごたがあったわけですよね、はいはい、シリーズ、うんうん、それをもう現在っていう地点から全部過去を振り返って、うんうん、その過去を丸ごと肯定したんですよ。おお、いろいろあったけど、業の肯定、はい、いろいろあったけどスパイダーマンシリーズ、うん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 、こうなりました、みんなありがとうそんななんかみんなスパイダーマンを見続けてくれてありがとうっていう、そんな、お、そう、お、大雑把な、だからさ、過去にこのスパイダーマンに苛立ってた人もいると思うんですよ。いやいや、なんでと思ってたの、うん、ね、なんでサムライミ版途中で終わってアメスパ作るってどういうこととか、分かりづらくないとか、そう、なんかえ、このスパイダーマン別なのとか、うん、うん、そうなの、だからもう別のもんと思って俺はもうごちゃごちゃしてんなとかって、うん、思ってたよ、イライラすんなって思ってた観客の気持ちを丸ごと、うんうん、肯定してくれたんですよ。最近多いね、そういう系、エヴァンゲリオン的な感じ、エヴァンゲリオンとかもそうかもしれないですけど、うん、だからその過去の地点で何これって思ってた観客も、うんうん、こう現在まで来たらあの救えるんだなって思って、あ、なるほどね、まあ、タイムマシン的じゃないですか、すごい、あ、そういう意味でね、うん、過去のイライラって、あ、このためにあったんだみたいな、ああ、それはいい、ここでノーウェイホームで救われるために俺スパイダーマンなんかモヤモヤしてたけど、
それがあってよかったんだって気持ちになったんですよ、俺、うん、ノーウェイホームを見て。ちょっとの、うん、そう、その、いいね、過去のゴタゴタとか、うん、あと過去のシリーズの悪役たちとの戦いとかね、うんうんうん、あと悲しいことも起きました、スパイダーマンの映画の中で。あったね、それも、うん、ここに繋がってたんだって思うことによって、うん、なんか丸ごと全部救われたみたいな感覚になったんです。そんなすごいね、剛腕だね、うん、いや、すごいことをしてると思って、だからこんな映画なかったんじゃないかなと思って。そう、こんな過去を丸ごと全肯定したっていう映画って存在しなかったんじゃないかな。過去を丸ごと全肯定、過去の観客をね、あ、観客を、過去のさ、スパイダーマンみたいな、これつまんねえなって思ってた人もいるかもしれない、うん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 、アメスパの2とかね、確かにあんまり出来が良くなかったですから、うん、なんかスパイダーマンこんなつまんないんだとか思ってた人も、うんうんうん、これノーウェイホームのとこまで来たら、うんうん、すごってこのためだったのねっていう、お、まあ、結果論でもあるんですけど、うん、でもなんかやっぱ過去スパイダーマン見てきてよかったなって、ちょっとちょっと救われるんですよ、すごい気持ちが。いや俺もそれで救われたい。救われたいでしょ。え、まあ、ちょっと待って、何をさ、うん、見ないといけないの。まあ、全部です。え、全部あ全部は一応サムライミ版とね、アメスパがあるんで、うん、まあだからノーウェイホーム見るならやっぱ全部見返した方がいいなとは思うんですけど、まあなんとなくストーリーだけね押さえてから行くとかでもいいかもしれない、うん、あ、これだからすごい、その過去の全部のスパイダーマン作品を見てきた観客たちの心を全部つか、うん、あの救って、うん、かつ新しいスパイダーマンがここから始まりますっていうところまで行くんですよ。あー、やば、さらにさらに儲けようとしてる、原点回帰みたいな。あー、見よ、見るわ、うん、これはやっぱすごいことしたなっていう。まあもちろんね、そのもちろんなんなんって言ってる人もいます。まあまあいるでしょうねそれはね、そのなんかフェアじゃないというか、あ、それはせこいだろみたいな。まあ正直その過去のスパイダーマン見ずにこれ一作目で見ても意味わかんないんですよ、うん、ああそうなんだ。だから新しい観客は意味わかんないから、あ、どういうことって。そうだよ ね、若い10代とかでさ、サムライミ版とか見ずに見ても、うん、ふーんはぁっていうことしか思わないと思うんですけど、うん、ただ俺たちはやっぱ20年前にサムライミ版のスパイダーマンとか見てさ、うんうん、見た見た、スパイダーマン頑張れってやっぱ応援してた観客は、うん、あ、ここだったんだと、うん、俺たちが救われる場所はこの20年後の地点だったんだ、へー、生きててよかったそこまですごいな思っちゃいましたね、ちょっとやっぱり。へー、うん、いや俺別にでもまあなんかそんなもんなんだろうぐらいしか思ってなかったからな、もともとこんなことあるなら、うんうん、なんかもはや何でもありだなっていうか、だからちょっと怖さでもあるんですよ。あ、そっかそっか、そのこう現実の地点から過去を改変できるっていう力を映画が手にしてしまったなっていうことでもあるんですよ。ああ、なるほどね。過去めっちゃ失敗作とかさ、スターウォーズとか現にめっちゃ失敗してますけど、うんうんうん、その失敗すらここで良しとする力をもう手に入れてしまっているんだと。そんな力なんだ今。だからその演者を若くすることもできるのね、映像の中で。そっかそっか、そう、だからそれか、アルパチーノとかさ出てきてもめっちゃ若いアルパチーノが、本当はジジイですよ、うんうんうん、ジジイが演じてんだけど、うんうん、そのアルパチーノが若い時のアルパチーノに置き換えれたりするんですよ。あ、だからもうそんぐらいの力が映画にもうあるんだと思って。そっか、だから今までの名作とか、うんうん、失敗作とか、このラストダメだろとか、うんうん、いろんな批判された作品とか、うんうん、もしかしたら全部救うってなるかもしれないな。マジか、うん、本当はこうしたかったか、うんうんうん、もう今いけるんですよ、取れるんですよ。そっか、だから過去の改変っていうものの力を凄まじく得てしまったのがこのノーウェイホームでもあるんで。なるほど。でこれが俺さらにめちゃくちゃすごいんですけど、うんうん、スパイダーマンのシリーズの名台詞っていうのがあるのね、はい、俺がスパイダーマンだぜ。それはあったかなスパイダー
だぜとは言って杉ちゃんみたいに言ってなかったと思うんですけど、どうですか、あ一番新しいスパイダーマンには出てきてないんですけど、はい、あのベンおじさんっていう、うん、そのピーター・パーカーの面倒を見てるおじさんがいて一緒に暮らしてるんですよ、はいはいはい、まあ、彼が言ったセリフがこのスパイダーマンっていう作品を貫く大きなテーマになってるんですよ。それは、うんうん、あの大いなる力には大いなる責任が伴うっていうセリフなんですよ、はいはいはい、だからその、まあ、ヒーローっていうのをすごいこう、うん、なんかね牧歌的に捉えてるかもしれないんだけど、はいはい、大きな力を持つ人のところには、うんうん、それなりのやっぱりそのツケを払う瞬間が来ると、うんうん、ああ俺はねいいこと言ったね、うん、それが作品のテーマなんですよスパイダーマン、うんうんうん、一般人がヒーローになった時に、うん、いやでも人を救うっていうのはこんだけ重いぞと、うん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 、悪を殺すっていうのは、うんうん、あなたも強くないと悪を殺すことはできないよとか、うん、ああこれ難しい問題だ、そういうテーマがどんどん侵入してくるんですよ。その最初は青春ものなんだけど、そうだね、うん、だんだんこうダーク寄りになっていくんですよね。その影の部分を描いていくっていうのがスパイダーマンなんで、はいはい、でこの名台詞、まあ、あのノーウェイホームでももちろん象徴的に使われてるんですけど、はい、この名台詞のテーマ自体が、うん、この一本の作品によって過去を丸ごと改変してしまうっていう行為そのものにつながってる。なるほどね。ちょっと、うん、メタ的な視点というか。だから作った側もめっちゃやべえなとは思ったと思うんですよ、うん、この一本を出すことによって過去のスパイダーマン映画丸ごと捉え方が変わってしまうと。なるほど。それをいいと思う人もいれば、いや過去の作品に失礼じゃないかってっていう人も当然いるだろうと。それは確かに、うん、なんか人間のこの領域を超えてるみたいな、うん、超えてるんですよねやっぱりね。なるほどね。でも面白いな、うん、この力を今使ってしまったんですね、うん、ノーベイホームで過去を現実の地点から過去を改変してしまったんですよ。あ、うん、だそれがどうなのっていう人ももちろんいます。これはそっか、過去の悪役とかが出てくるんですよ。うんうんうん、これは予告編で言われてるんで言いますけど、予告編で出てくるもんね、うん、過去の悪役が襲ってくるんですよ、うんうんうん、でその悪役とのやり取りとかもちろんあるんだけど、うんうん、そこでこんなことされたら、うんうん、サムライビ版のスパイダーマン見返しても違う感じになっちゃうよってとこまで言ってますもん、うん、そっか、うん、そしたらそのサムライビがじゃあちょっとサムライビはどう思ってるのかな。いやいいと思ってるんじゃないかな多分な。ものすごく大きな力を使ってるっていう自覚がないとこんなことしちゃダメなんですよ。そこまで、そこまで、で過去の映画を書き換えてんだから、まあ、過去の映画に結末を足してるんですから、ね、あそっかそうだよね、うん、こんなことしたら本当はいけないって思うのが当たり前なんですけど、うん、それを使ってしまったと、はあ、っていう代償がこれから支払われるかもしれないって俺ちょっと思ってて。そっか、今後どんどんね、今後やってった時にちょっとつじつま合わねえぞとか、うん、なんかもうそれこそ過去の監督がめっちゃブチギレるとかさ、ありそうだね、うん、金払い、こんなのは違うとか、これ対立が生まれちゃう、分断が生まれちゃうとか、さらにさ、うん、その対立した方の監督がまた書き換える、うん、書き換えるとか書き換えの感じになったで、ファンも分断されていくっていうものすごいリスキーな行動なんだけど、ノーウェイホームでは奇跡的にこれはよく収まった、うん、その今までのスパイダーマンのゴタゴタっていうのがまずあったし、そのスパイダーマンのファンがやっぱイライラしてたっていう部分でもあるし、うんうんうん、なんか話的にもスパイダーマンだったらギリ許されるかもなっていうテイストってあるじゃん。なんかその過去の時間軸がごちゃごちゃになってもスパイダーマンのテイストだったら、まあちょっとコミカルでもあるんで、まあなんとか成立させたなって、もちろんすごい感動的な場面もいくつも作って、過去の観客が救われたなっていう人が多かったから、そうだね、結構今許されてるけど、うん、人数の問題だね。これはこれをだから使い方次第ではとんでもないことが今後映画史に起こってしまうんじゃないかと、
でもさ、もう全然これはそれはないだろうっていうのは多分受け入れられないやん、きっと。まあと思うんですけどね。うん、まあ、ただ逆に言うと、その受け入れてしまうと、うん、受け入れられなかった少数のに人間が、うん、あの今後暗い道を歩くことになるみたいな。それもあるでしょう、うん、そうそう、そのサムライビバのスパイダーマンが一番好きだったのに、うんうんうん、女の足されたら、うん、俺の映画人生何だったんだよみたいな。そうね、うん、だからそれはその人はそこで終わらせとけばいいんだけど、うん、みんながみんなこうスパイダーマンでこうだよねみたいな会話が繰り広げられちゃうと、うん、そういう人たちは肩身が狭くなるよね。狭くなるとかね、そういうこともあるなっていう。そっか、映画を超えたなんかムーブメントだね、うん、すごい。だからそうなんですよ、もう映画を超えてるなと思って。これなるほど、うん、あ、なるほど。だからそういう意味で視聴者側のタイムマシンになってる。タイムマシンですね、やっぱり。そんな言われたらめっちゃ見たくなるね、うん。でもまあ俺は単純に嬉しかったんですよね、うん、その過去のスパイダーマンすごい好きだったから、はいはいはい、やっぱそれがこの時点で報われたというか、うん、みんなにとっていい方向っていうのを一個示してくれたっていうので、ああなんか良かったなっていう、いろいろあったけども、うん、そうね、過去があってやっぱりこの作品ができたって考えたら、うん、なんか全部救ってくれたなっていうので、うん、俺はすごいいい印象だったんですけど、うん、なるほど、うん、伏線回収っていうのの、うんうん、俺思いがあって、はい、あの前なんか YouTube で、あの東京03の飯塚さん、うんうんうん、あ嫌いって言ってるやつ、伏線回収嫌いって話をしてて、はいはいはい、うん、なんかとりあえず伏線回収しとけばいいと思ってるみたいな、あいや若手がいるみたいな報道をしてて、うん、あ確かにそういう人もいるなと思ったんだけど、うんうんうん、伏線回収の何がいいって、うん、あれ時間軸が、うん、あの倍になるからだと思ってるんですよ。倍っていうのは前に1個伏線置いといて、うん、最後回収するっていうことじゃないですか、うん、伏線回収、うんうん、それってその置いといた場所に戻るってことなんですよ、うんうん、まあ、要はタイムマシンですよ、うん、でそこを戻ってからまた戻ってくるから、はいはい、普通の漫才より、うん、その距離分2倍か 1.5 倍の距離、うん、あの距離っていうかそれはもう価値観な、はは価値観というかそのなんていうの面白さとかなんですけど、っていうことだと思うんですよ。なるほど、そこを使ってる、そう、それは一つのテクニックだと思ってて、はいはいはい、だからその過去に戻ってなんかするっていう話がどうして面白いのかっていうと、俺その時間軸なんじゃないかなと思う。あれだわ、画廊伝説は奥、うん、手前と奥で2ラインあるみたいな、そういうことですね。ちょっとごめん全然わかんない画廊伝説知らないんで。画廊伝説って、うん、あのスト2みたいだけど、スト2みたいです、手前と奥で2ラインで、うん、ああ人がね戦うんです。ああライン移動とかもあったりして、それ全然違いますよ。その時間軸関係ないですよ。いやでも一本の線じゃないぞっていう、立ってる位置じゃ、まあ確かにそこで奥行きがね、奥行きを出してる、ある意味そう奥行きってことだと思うんですけど、うん、なんかだから伏線回収自体は悪いことじゃないと俺は思うんですよね、うんうんうん、なんか無駄に やる意味はないと思うんだけど、うん、物語深くするために一つのテクニックとしていいと思うんで、うんうんうん、まあ、ボーネコやたら伏線回収してる、ああしてるね、ボーネコは。そういうのがある、うん、俺はそういうのが好きなんでね、はい、どうせカラス生きてんだろうな。いやそんなの誰もみんな分かってるそれは分かった上で死んでるわけねえだろしらじらしいみんな思いながら読んでた。いやそういうもんですよ、物語ってその、うん、まあでもやっぱちゃんと出してくれるからまあね、待ってました、待ってましたっていう、うん、とはではあるけどね。そう、うん、なんだからちょっとそういう意味でもスパイダーマン見てみたいですね、うん、スパイダーマンよかったなマジで。よかって、うん、よかってと同時にこの力の使い道やばいぞっていうことでもあるね、うん、これは本当に。まあまあまあ、うん、まあ大丈夫でしょう。最近見た映画の話してもいいですか。はい、なんすか、おすしさん見た、最近見たんですよ、うん、あのまあすげえ昔の映画なんですけど、うんうんうん、魔法にかけられてって見たことあります。ああ
ディズニー、ね、ディズニー、はいはい、あのプリンセスが来ちゃ う, そ う, そ う, そうあの物語のアニメだった、まあ、物語の中ではその本の中っていうなんですけど、はい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 、プリンセスが現代社会のニューヨークに来てね、実写になって、ね、あれ面白いよね。じゃあさ、俺も当時面白かったんだけど、うん、子供に見せたら面白いんじゃないかと思って見せたさ、うんうんうん、まあ上の子はかなりハマってたんだけど、ああ本当に、まあ、下の子はちょっとよくわかんないみたいな部分があって、ああそう、もうとにかくね、一箇所すげえ好きなさあセリフというか展開があって、ああちょっとそこをただただ今言いたい。俺と同じとこじゃない？あ、マジで俺は、うん、そのお姫様が歌うと、うんうん、動物たちがさ、あ、そうそうそう、来るのね、こう来るっていう、うんうん、でそのアニメで見てるとすごいさ素敵な、うん、場面じゃないですか、その小動物たちが、うん、お姫様の周りに来て一緒に歌ってくれるとかってすごい素敵なんだけど、リスとかね、そういうのが、うん、でも現実のなんかニューヨークでお姫様が歌うと、うん、ネズミとかゴキブリとかむちゃくちゃ集まってきてうわーっていうでもお姫様はうわーってなる。そうそう、お姫様は別にその動物によって差別とか全くないから、ゴキブリさんたちありがとうとか、そうそうそう、えぐいなそう、あそこの描写が案外えぐくて、うん、そうそうそう、あ、この人たち本気だと思って、うんうん、素晴らしいなと思いました。そう、うん、そう、あの展開で、うん、あ、この映画強いって思うんだね。そう、あそこで、あ、いいぞって思います。そう、最初の、うん、かなり最初のシーンなんで、うん、でも俺そこじゃないんですよ。あ、そこじゃないんだ。そう、それもいいと思ったけど、うん、その前に、うん、あのもうほんと最初の方にお姫様が、うん、その物語の世界から現実に来て、うん、で頼る人が誰もいなくて、うん、困っちゃって困っちゃって、うんうんうん、どうしようどうしようってなった時に、うんうん、なんか座ってるおじいさんを発見して、はいはいはい、道端で、うん、あ、おじいさんって言って、うん、私とても困ってるのって言って、うん、お城に帰りたいんだけど、うん、どうしたらいいか分かんないんだけど、うん、おじいさん、知って、ま、うん、知ってるって言って聞いたら、そのおじいさんって言うの、ホームレス、あ、ホームレスね、人なんだけど、うん、そのお姫様はその全く差別ないから、うん、そうですね、もう普通に話しかけたんだけど、うん、おじいさんがもうびっくりしちゃって、急に、ね、急に綺麗な女の人が来て、うん、ね、あーってなっちゃって、うん、で頭見たら、うん、高そうなティアラをお姫様がしてるんですよ、はいはい、でそれ見て、はっつってパッてティアラ取っちゃう盗んじゃう、そう、盗んじゃう、でダダダダって走って逃げちゃう、うんうんうん、でその時にお姫様えってなって、うん、今までそんな悪いことをされたことがないから、うんうんうん、怒るっていう感情も、うん、あ、今まで感じたことないんですよ、うんうんうん、で取られちゃって、え、おじいさん、おじいさんちょっと待って、うん、おじいさんそれ私の大切なものなの、うん、おじいさんちょっと待ってちょっと待ってくれるかしらっつって追いかけるんだけど、うん、おじいさんダダダダって走っちゃって、うんうん、あーっつって、うん、もうなんか怒りの感情がどんどん湧いてくんだけど、うん、なんて言葉に表現していいか分かんないから、うん、おじいさん、おじいさんってちっとも優しくないのねって言ったの言ってたかも。そこが俺めっちゃ好きで、ちっとも優しくないのね、そう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 なんか、うん、ひどいおじいさんだって表現するのも最大級がちっとも優しくないおじいさんなのねっていう、すごいわ、俺それの可愛さがすっげー全てを表現してるなと思って、いい、ね、うん、マジであのシーン大好きなんですよ。確かに考えに考えて、うん、お姫様なんていうのかなみたいな、そうそうそう、うーんって、うん、やっぱここまでじゃないってお姫様が言えるの、ちっともっていう、ちっとも言葉もいいし、優しくないっていうね、あれおすすめですよ、本当見たことない人。いやー、これね、魔法にかけられてね、うんうん、今年の秋を続編やるんですよ。マジか、ディズニープラスで。そう、俺それびっくりして、あれ続編作るんだと思って、えー、そうなの、そう、そ、俺もすごい好きだったから、うんうん、続編めっちゃ楽しみなんですけど、えー、めっちゃタイムリーね、15年経ってるのかな、15年ぐらいですね、だいぶ経ってるから今作るんだと思ってびっくりしたんですけど、じゃあ結構あれなのかな、その後の感じなのかな、だからこのジゼルの15年後、うんうん、15年後だからあのお姫様の感じがもう廃れちゃってるだろう、だったら許されないですよ。そうよ、そんなことは誰にだってできるからね。ね、あのお姫様がだってよかったんだもん。でもなんかやっぱ現実の厳しさみたいなの書いてきたらちょっとやだな。やだね。いや俺あのだからこの脚本の人さ、すごいセンスあるなと思ったんだよ、うん、ね、うんうんうん、こんなあのお姫様がこんな擦れてしまってはもう、あ、それはもう見たくない、これはダメですよ、これは見たくないよ、うん、これはもうえらいことになりますから、ね、ここはもう初めに、うん、最初になんかふわっとそう思
うけどっていうところじゃないですか。そうね、うん、でもそのむずいな、その15年経ってまだこれかよって気持ちにも気持ち変わらなすぎても難しいと思う、うん、これね、だからここの収めどころ難しいよ、うん、だなんかどっかではちょっと現実に適応して、うんうんうん、なんかアプリとか使ってたりとかっていうギャグはなんかあるのかなと、うん、なんとかね、ほんとギリだよそれ、うん、アプリの種類にもよるだろう、ね、と聞いてるかな今客を。いやもう終了して終了してんの取り終わってるよ。そっかそっか、うん、あとあディズニーでもね、うん、ちょっと気になることとしては、はいはい、あの続編のテーマ、あのいつまでも幸せに暮らしましたそさって終わるけど、うんうん、これって一体どういうことっていう疑問から出発してるみたい。あーいいとこつくなそれは。いつまでも幸せに暮らしたって具体的に何があってそう言えたの、うんうんうん、っていうところを書きたいっていうので、うんうん、書き始めたらめちゃくちゃ時間かかったって、うんうん、ああなるほど。あじゃあだいぶ前にもう使うだいぶ前にもうこれだとは思ってたけど、このいつまでも幸せに暮らしましたを掘り下げていくと、うんうん、人間の幸せってじゃあなんだとか、そうだよね根源的なね、うん、お姫様の幸せってじゃあなんだろうとかって考え始めていったら、うんうん、はいはいはい、めちゃくちゃ時間かかったみたいな。確かに、うん、えちょっと期待できるな、これ面白いかもね。うん、それいいとこだよ。いいとこだわこれは。すごいなさ、センスあるわ。あったのよセンスは。もうあったあったんだよね。うん、楽しみですねこれ魔法にかけられて。そうですよね、うん、ディズニープラスってそれに入ってないと見れないのもしかして。そうです。ゲロゲロ、うん、いやなんだよ、うん、入んないといけないの、ね、か。ね、うん、というわけでちょっと今日はね、あの取り留めのない感じで終わりましたけど、ね、はいはい、来週からまたいる人呼んだり、うんうん、ね、キムチ食べたりもしようかな、いろんなことします、はい、思ってますんで、はい、来週もよろしくお願いします。お願いします。さよなら。さよなら。